皆さんこんにちは。シェービングスキル第22回、今回のテーマは眉毛スタイリングです。変わり始めた眉毛事情ということで、一体何が変わってきたんでしょうか。まあ、眉毛スタイリングといってもですね、まあ、ここでの、捉え方としてはシェービングの延長ということでの、眉毛、まあ、眉毛を剃るということですね。剃って形をつけるということです。まず眉毛の、基本的な形なんですが、この図にありますように、ですね、眉頭っていうのは、大体尾翼の位置ですね。そして眉山は、外耳と瞳のこの外側の線の間ぐらいで、眉尻は、尾翼から外耳を、通るこの直線上の、ところが、眉尻ということなんですが、ただまあ男性の場合には、今ある眉毛、まあ、結構場合によっては薄くなってたりすることもあったりしますので、今ある眉毛を使ってのということですから、必ずしもここにまで行くとは限りません。まあ、すごく濃い眉毛の場合にはちょっと削って、この形にするってことはありますけれども、一応まあ基本の形がこうであるということですね。眉毛を剃るのにですね、基本的な順序というのが、あります。これはですね、まずは高い方から、上は高い方から、眉毛のですね、上は高い方から下は低い方からという原則があります。まあ、その原則にのっとって、まあ、これよく教科書にも載っていますけれども、例えば右の毛科の場合には、左の眉毛の方が高くて右の眉毛の方が低いことが多いんですね。まあ、これ 100% ではないんですが、そして、まあ、ただその時にもですね、毛科というのをあまり気にするというよりも眉毛を見て、どちらの方が高いかってことをまず確認するってことが大事ですよね。で、まずここでは、眉間のところから剃っていきますので、1番、そして左右に3ですね。そして、まあ、これはその左の眉毛の方が高いということでですね、要するに右巻きの毛科の方が日本人の場合は圧倒的に多いものですから、まあ、それで基本というのは、それに合わせて、できてますので、まあ、左の上は高い方、要するに左から剃るというのがこれ4番ですね。そして、上は、今度低い方の5番を剃ると。先に5番剃ってしまうと4番というのを、剃るのにすごくこう削ってしまわなきゃいけなくなってしまいますので、あくまでも出ている方からということですね。そして、次の6番7番は、眉の下ですけれども、これは今度は低い方から、まあ、要するに、まあ、出ているといえば出ている方からということなんですけれども、低い方から剃っていきます。それは今度は右側を剃って、そして7番で左側を剃ると。で、あとは額のところを剃っていくんですけれども、これ8、9、10と、まあ、厳密に言えばですね、その右毛科の場合には右の、額の線、全額8歳グーブの方が左よりも低いですから、まあ、そこを考えれば9と10は逆になるということも、もう言えますけど、ただこの場合にはそんなギリギリまで剃るという、まあ、剃り込みを入れるとかそういうことではないので、自然な状態なので、まあ、通常通り左から剃るということで8、9、10という順序になっています。メンズの眉毛の、まあ、決め手というかですね、ポイントとなる部分なんですが、まあ、これはもちろんいろいろな見方があるんですが、まあ、私が考える、実際やってみてこう、まあ、決め手となるだろうっていうところがですね、眉下のですね、外側の部分、この図でいうと黒いこう点々ってこう書いてありますけれども、こう線が書いてありますけれども、その部分を取ることでもう男性の眉毛っていうのは、まあ、ほぼ形がイメージが変わってしまうぐらいすっきりするんですよね。で、そこを剃るということが、に重要視してですね、まあ後で、ちょっと技術
の動画もありますけれども、その部分をちょっと順序を変えたりしてやってみたいと思います。まあこう、まあ、眉毛の下だけ剃るわけじゃなくて、もちろんこの赤い線から下をまず先に剃るということですね。そして眉カットなんですが、眉毛のカットっていうのは、まあ、もちろんこう好みもあって、好みもあるし流行もありますので、その時代時代によっても違うんですけれども、まあ通常はですね、特に長い毛、まあ、普通の状態よりも長い毛と、まあ、あとはこう剃った後のですね、ちょっと輪郭から出る眉毛のみ、まあ、これを切る程度でいいと思うんですね。でまたその切るときにですね、あんまりコームでこうギュッと引き出してしまうと、コームを外したときに大事なところがこうなくなってしまいますので、まあ、本当必要最小限のカットに留めとくということも、まあ、今の時代ではまあ大事ではないかなというふうに思います。では実際にここで眉毛剃るところをやってみます。まずはですね、この下を、まあ、こう右側からは剃るんですけど、この下を剃るんですね。こうやってですね、下を剃ります。一番まあその大事だっていうところですね。ここ剃った時点でもうすでにイメージが変わるんですよね。でこれ今上から剃ってます。で見てですね、で今度は下からまた剃って形をつけますね。まあ、このモデルさんの場合、右の方が低いということで、で今度左側なんですが、これ今下なんですが、ちょっと下から上に剃り上げてます。でこれはですね、まあ、このモデルさんの場合にそんな濃くはないんですが、眉がたくさん濃い場合には先に、まあ、このように上から切るとですね、少し抵抗があったりするものですから、下を先に剃っていくと、まあ、いいんではないかなということで、ちょっと順序変えてみました。で全体にこう観測をして、まあ、よく見てですね、でここで眉毛の下のポイントを決めて、あとはそれに合わせてですね、眉毛の上を逆に、上の方を下に合わせるということですね。でこれは右巻き毛花ということで、先に左を剃って、右を剃ります。そうするとやっぱり大事な下を剃ったことで、そこに合わすという順序になるんですね。まあ、眉間のところはこれはちょっと今後になりましたけれども、まあ、これは眉上の先でもまあいいんですけども、要するに大事なところを先に剃っていくという考え方ですよね。そして眉毛のカットしますけども、まあ、これ必要最小限、まあ、ここであまりギュッと無理に抑えちゃうとダメですよね。で、まあ、眉毛がたくさん濃い場合にはですね、ちょっとヘアカット中のクロスを巻いた時点である程度取っておくと毛が落ちなくていいですね。で最終的にまたちょっと少し整えてですね、これで終わりですね。まあ、眉毛カットするときには少し今日はかけてないですけど、ちょっとたくさん切るような場合にはタオルを顔面にかけて、まあ、眉毛を出して、眉毛だけ出してカットするといいですね。はい、ということで、こんな状態ですね。剃り終わった状態です。こうですね、眉毛で上げる男前ということで、まあ、大昔の話になりますけれども、眉毛の下を剃るっていうのは、まあ、高齢者とかですね、まあ、子供は剃りましたけれども、まあ、昭和の時代ですよね。まあ、そこまで遡る必要もないんですけれども、昭和の時代には眉毛の下っていうのはあまり若い人は剃らなかった時がありました。要するに自然な眉毛っていうのが、まあ、受けてたというかですね。そして、まあ、平成といっても長いですけども、平成の、初期か中頃ぐらいからですかね、まあ、眉毛を男性も眉毛を整えて、まあ、場合によってはちょっと細めにしたりとかですね、眉毛を整える時代っていうのが、現れてですね、そして、まあ、ずっとその後、今に至ってるわけなんですけれども、ただこの令和になってですね、
まあ、コロナが流行って今はマスクをするという時代、もう何をやるにも、もう本当に食事するときとか、寝てるとき以外はもう必ずマスクをしている時代ですので、要するに顔で出てるところっていうのは目と眉毛ぐらいのものなんですよね。そうするとやっぱり、まあ、もちろん 目は大事なんですけど、眉毛をどうするか、まあ、男性の場合にはやっぱり 目といっても別に何かするということでもないのがほとんどなので、眉毛をどうするかっていうことがやっぱり大事なんですよね。で、まあ、男性でももちろん眉毛こうちょっと薄い部分を描いたりする人もいますけれども、まあ、一般的にはまだそこまではいかないので、要するにこう形を作る、まあ、カットしたり、剃ったりして形を作るっていうことですね。それがまあ非常に今、まあ、時々テレビなんかでもこう取り上げますけれども、このマスクの時代になってからですね、まあ、専門店なんかもできてるとかっていうようなことも言ってましたけれども、そういう需要がですね非常に高いんですよね。で特に、まあ理容室の場合には、まあ、カミソリで、まあ、お顔も剃りますし、カミソリを使うことができますので、やっぱりカミソリを使って眉毛を剃って、そして余分なところをカットしてということでですね、やることでお客さんが非常にこう喜んでいただける、になるんではないかなというふうに思います。はい、ということで今日はシェービングスキルの第22回、眉毛スタイリング、眉毛の本当に今言ったようにですね、眉毛の重要性っていうのを大きく変えたこのマスク習慣だな、まだまだ、続くような気もしますけれども、まあ、コロナが収まったとしてもそんなに急になくなってしまうということでもないので、やっぱりマスク習慣が続く限り眉毛大事だし、また、まあ、マスクを外したとしてもですね、マスクがなくなったとしてもやはり眉毛というのは、男性にとっても、まあ、女性にももちろんそうですけど、まあ、男性にとっても、まあ、大きなおしゃれの大きなポイントですので、その点を、頭に入れて眉毛スタイリングやるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、以上です。